こんにちは。こんばんはか。皆さんこんばんは。お疲れ様。お、こんばんは。来た。来た来た来た。こんばんは。ありがとうございます。うわぁ、ちょっと久しぶりすぎるんだけど、インスタライブ。いやぁ、ありがとうございます。お晩です。皆さんお疲れ様です。お仕事とかかな。よし。そして。なんかありがとうございます。ちょっと待って、たくさん来てくださってる。ありがとうございます。ちょっと待って、久しぶりのインスタライブすぎてもうなんかやばいんですけど。やば、おはよう。おはよう、今起きたんかい。おはよう。ハローゆいな、 Thank you。 ハローハローハロー。配信来るの初め、え、本当ですか。来てくださいよ。というわけでですね、ちょっと皆さんいいですか。この前私、先日9月27日に22歳になりまして、その時にね、当日になんと生配信を行ったんです。そう、見に来てくださった方いらっしゃいますか。ありがとうございます。でね、私その1時間だったんだよね。もうなんかさ、いろんな話をしすぎて、皆さんにね、質問コーナーとかやった、送っていただいたのに、ちょっとなかなか全部答えられなくて、全部っていうか2個しか答えられなかったの。やばいでしょ。だからちょっとそれも含め、あとギフトメッセージっていうね、機能があってて、あって、そこに送ってくださった方々へのお礼だったりとか、本当に皆さん来てくださった、スタンプとかも使ってくださった方、たくさんいたので、ちょっとお礼配信をしようということで、今回はインスタライブを行っております。見ましたよ。ありがとうございます。2つだけだったの笑った。本当だよね。ちょっとごめんなさい、笑ってくれてありがとうございます。本当に優しい。今日は私一人だよん。ということでなんかここのコメントもね、ちょっとずつ拾えたら拾っていきたいと思いますので、イエーイ、ありがとうございます。ちょっともう、こんな私もう、インスタライブいつぶりだろう。いつぶりだろう。いつぶりだろう。なんかいつぶりだろう。本当に久しぶりで、今ちょっとびっくりしてます。こんな来ていただけて嬉しい。東西南北とか言わないで、多分見てない人は知らないんだから言わなくていいよ。いきますよ。ではちょっとまずはじめに、後ほどいただいた方の皆さんのちょっと名前は呼ぶとして、ちょっと気になったもの、ギフトメッセージをちょっと読んでいきたいと思います。今日は何食べたって、みんな今日何食べた。私は今日ケーキ食べちゃった。誕生日終わってんのにケーキ食べてる。うわっ、それがみんな初めて。本当ですか。どんくらいぶりだろう。本当にね、何年ぶりとかだと思います。何年ぶりということで、まず1人目、あ、本当にお誕生日おめでとうございます。超好きです。いい22歳の年になりますように。これからも応援しております。ありがとうございます。22歳になっちゃいました。まだね、実感か。でもなんかね、21歳から22歳に変わるのってすごい、こう、うわー変わったみたいにはなってないかも。あのね、19から20の時が本当にね、なんかすごいやっぱね、ティーン終わっちゃうみたいな感じがあったんだけど、今回それがなくって、意外とコロッと22歳になって、今ももう22 years old って言えちゃうぐらいにはなりました。イエイ大人ですね。大人です。ありがとうございます。そして寝てるゆいなも可愛いゆいな、ありがとうございます。これどこで寝てるところを見たんでしょうか。つまりあれですね、きっとこれお誕生日のオリジナルグッズで、私ダジャレトレカっていうのを出すんですけれども、その中に寝てるトレカの写真があったんですよ。多分それを見てくださったんですね。さすがですわ。ありがとう。サンキューイナ、ありがとうございます。特別な日になりました。お、嬉しい。私にとっても特別な日だったからさ、皆さんにとっても特別に日になってたら、そりゃ嬉しいわい。え、22歳には見えませんっていうのはさ、どっちですか。それはつまりどっちですか。まあ、どっちでも嬉しいかもしれないけど、何歳に見えてるみんな。
グッズ早く届いてほしいね。グッズみんなよかったらチェックしてくださいね。あのもうちょっと締め切りがもうちょっとなんだから、本当に本当に締め切りもうちょっとなんですよ。ぜひ早くトレカコンプリートしたい。ぜひ、あれまだあのトレカはまだね載ってない写真もありますから、レアカードも2枚入ってますから、ちょっとぜひ見ていただきたいです。かわいいな、サンキューイナ、イエイ。次、あ、これもですね、トレカの件だったんですけど、メガネがむちゃくちゃ好きなのでトレカのメガネにメガネが当たることを願っていますだって。これからもゆいなちゃんのメガネ姿に会えることを夢で見て生きてきます。夢見て生きていく、ありがとうございます。そう、なんか私もでもね、こうコメント見てて、あのメガネにメガネあれ欲しいなみたいな言ってくれてる方がちょっとちらほらいて、え、いいんだ、メガネ好きなんだ、あ、そう。あ、そう、どれか買えばよく、え、まだまだ間に合いますよ、まだまだ間に合う。ゆいなにゆいなめっちゃ好き、そう、それはもうゆいなにゆいなだから、みんななんか辛いことあったらゆいなにゆいな、これはもう決め台詞ですから。OK ですか。いや、トレカはね、もうぜひね、あのいっぱい考えたので、あのレアカード何が入ってるのかちょっと見ていただきたい。今年の運勢みたいな、レアカード出てきた人は今年1年もうあのあれだよ、ハッピーで生きていける、うん、そういう感じなので、ハッピーハッピー。メガネのユイナ、え、メガネ全人類が好きだって、そんなこと言われたら私明日からずっとメガネかけてるかも。でもね、最近は本当にメガネね、すごいね、かけるようになってる。え、あの、本物じゃないよ、本物っていうか、このレンズ入ってないメガネ。そう、本物のメガネはね、家にあるんだよ、あるんだけど、あんまりね、あのね、かける時がないのよ。いつかかけたいと思ってるんだけどね、あの、ちょっとね、ちょっと失敗しちゃったらって、メガネを買うの。何言ってんだか、すいません。残り3ヶ月しかない、残り3ヶ月しかないって言うと今年がってこと、あ、本当だね、今年1年ハッピーとか言ってない、今年が3ヶ月しかないっていうことは、つまりは3ヶ月間ハッピーってこと、まあそれもそれでよくない、どうする、2024年ハッピーにしとく。今度見せてだって、見せようかな、どうしようかな、やばいね、テンションって言われてるけど、うん、一人なのにね、ハッピーすぎるね、間違えちゃったね、そっか今年って、そっかそっか、私今誕生日があのメインにあったから、あの誕生日の今自分中心の世界を今広げてしまったわ、9月27からの来年までのあのこの1年って勝手に思っちゃった、あ、それもありじゃない、それもありかもよ、その1年ハッピーなんだから、腕の動き激しいからきっと腕ぶつけやすい、え、そうなのよ、そうなの、なんかすぐ動いちゃうでしょ、でもね、こう頑張ってさ、こう腕を動かさないようにこう喋ろうとするじゃん、そしたらこんなになっちゃうよ顔が、それでもいいですか。どっちがいい、あ、これこれはね、動いたから、これはだからちょっと隠すぞ、これはエレベーターに挟まれた。はい、では次。いや、すっごい暑い、さっきまで全然暑くなかったら、あの喋りだしたらもうすごい暑くなってきちゃった、次は顔が動いてしまう、本当にそうなの、顔が動いちゃう、ということで続いて、うわ嬉しい、この特別な日に一緒に過ごすことができて嬉しいです、私も、優しくて頑張り屋さんでいつも笑顔で周りを照らしてくれるゆいなちゃんが大好きです、最高の年になりますように、ゆいなちゃんのおしゃべりしてるところがたくさん見れて嬉しいです、もっと いろいろなゆいなちゃんが見たいので今後もこういう機会が増えますように、ありがとうございます、嬉しいな、嬉しい、今浸ってるよ、嬉しいんですよ本当に、
今後も機会ねいっぱいね増えるというの、私もだからなんかいつかは私はこうイベントをこう実際配信じゃなくてこう、ね、対面でこうなんかいいイベントをしたらいいなって、できたらいいなって思ってます。え、エレベーターってどうやって挟まれんねんだって。え、挟まれるよね。あれ、エレベーターでしょ。エレベーターってこう、こういうやつでしょ。エスカレーターがこういうやつでしょ。エレベーターこうやってやるからガシャンって感じですよ。そうなんです。あとね、なんだっけな、あ、これこれはね、私が聞きたい、私が聞きたいのがあるんですよ、一個。でれん、今回の配信でいい意味でゆりなさんのイメージが変わりました、わら。これはつまりはどういうことですか。つまりは対面数作りすぎて、ちょっとしない、しないよ、蒸発しないよ、ほんと詰まったことあるでしょ、たまにほらみんな挟まるでしょ、なかなか挟まれない、ちょっとねドーンって、あのせっかちなのよ私。これさ、一緒に人いると嬉しいんだけど、あのなんかさ、せっかちの人あるあるかな、わかんないんだけど、こうエレベーターとかさ、こうなんていうの、こう閉まらないとさ、なんかさあれだからさ、なんていうの、その閉まらないこの時間があれだから、こう自分が閉まる押して出るとかさ、ない？それをやったんだよね、多分。そしたらその思ってるより早かった。え、ないですか、せっかちあるあるみたいな。あ、手の動き好き、本当に、それはさ嬉しい。あの手の動き好きは嬉しいかも、ちょっと受け入れてくれてるかなって思うから嬉しい。自動ドアにぶつかる、え、それは危ないよ、私自動ドアにはぶつからない私自動ドアにはぶつからないよ危なくない、自動ドアにぶつからない、ぶつかって、気をつけてください、本当に。おお、うまい。これあの結構ね、ダジャレ送ってくださる方が多いんですけど、太陽のようにまばゆいなさんの誕生日、今日は本当にめでたいよ。さすがっす、さすがっすね、めでたいよ。え、いいじゃん、私も使おう使っちゃおう。自動ドアにはぶつからない、ぶつからないよね自動ドアにはぶつからないね。あ、遅くなりました、 OK、 全然始まったばっかよ、まだまだこれからだようまいね、これうまいね、うまいわ、素敵、めでたいよ、いいの、使える使える。結構ね、ダジャレの方が、あ、嬉しい、じゃあ嬉しい、ちょっと嬉しいコメントも読もうかな。ゆいなちゃんの勢いのある笑顔で本当に楽しい配信でした。真面目で天然でかっこよくて美人で面白いゆいなちゃんをこれからも応援しています、頑張ってください、ありがとうございます。勢いのある笑顔、何はぁみたいなこういう感じ、こういう感じ、今料理中だって。え、いいな、何作ってるんですか、何作ってるんですか、何作ってるんですか、食べたいよ全然太陽関係ないんだから、太陽関係なかったね、今はね、別にね。本当メッセージいっぱい来てるから、本当に、そう、本当に嬉しいんですよ。あとここで言うと、あのお手紙と、あの誕生日プレゼントとかもすごい、あの事務所で受け取ってね、本当にいつも感謝しております、ありがとうございます。あの誕生日当日に受け取ったんですよ、だからすごい嬉しくて、なんか嬉しかった。あとね、お手紙もすごい嬉しかったんですけど、なんかね、色紙をこう書いてくださってる方がいて、そのなんかパッて開いたら何人もこう、こう応援してくださっている方々のメッセージがあって、うわーありがとうございますと思って、なんか皆さん多分こう集めてくださったんですよね、だからめちゃめちゃ嬉しかったです。可愛すぎていく、え、ありがとうゆいの好きな、ありがとう、もう好きとか言われたらね、口角ゆるゆるだよ
ありがとうございます。あとね、これ見て、てらーん、ちょっと自分で貼ったからさ自分で貼ったからちょっと細かいところはあまり見ないでほしいんですけど、あの皆さんがね、誕生日の時にこうイラストを描いてくださって、ちょっとめちゃめちゃ前でうまくないですか。もうなんかすごすぎて、私はまあね、描けるけど解けるけど、こんな描けないかな。いや本当にうまいの。でもすごすぎて、いつもね全部見て、うわーって全部見て、あ、保存保存保存って、めっちゃ可愛いんだよ。でなんかね、私のね大好きなものをね、これかな、詰め込んでくれてて、テニス1号とかね、弦玉ギター手話とかね、いっぱいやってくれて、セルフでちょっと振ったの、自分で貼ったの。そう、あの本当に皆さんがすごいね、可愛いイラストいっぱい描いてくれるので、ちょっと今日はねこういう機会だったので貼りたいと思って貼っちゃいました。ちょっとね、かぶっててごめんなさいね。この辺でもすごいね、この辺見て、これイエーイって、これアクスタのね衣装のね服ですわ。あとこれお誕生日のねケーキをね、なんかね顔にしてくれたの。でもね、ケーキを一緒にこうお祝いしてくださってる方とかもいて、めっちゃ嬉しかった。見て、こんな曲がるの、私嬉しかった。頭の蓋書く、うん、なんでよ、セルフで貼ってるの想像したらおもろいって、なんでよ、貼ってんだよ、貼ってたんだよ。何、笑って、ありがとう、笑ってくれて笑われるのはね嬉しいよ、だって笑顔になってるってことだからはい、続いてあ、でもさ、これインスタライブ見に来てくださった方、結構初めての方が多いのかもしれないから、私のインスタライブはこんな感じですよ、いつも、うん、こんな感じ、こんな感じですからね、いつも。はい、次どうしようかな。あ、だからこういうの嬉しい、やっぱりいい、この流れでいいですかえ、常に笑顔で口角痛い、本当にちょっと信じていい、それ信じちゃうよ。楽しいね、ありがとう、初めて見ます、だって本当にね、ちょっとだからこの流れでちょっといいですか。すごく明るい人だなって、なかなかこんな人いないんじゃないかなって、いつも本当に元気をもらっています。今日もめちゃくちゃ笑いました。22歳の誕生日おめでとうございます。本当にありがとうございます。楽しいって言ってくれるとなんか嬉しいよ、本当に本当に嬉しいよ。初めて、でもやっぱそうだよね、初めての方絶対多いと思います。だってこんな、あのすごいびっくりしてる、今こんな見てくださってる方がいらっしゃって、まさかこんな来ていただけるなんて嬉しいだから私も口角ほんとギュインってなっちゃう、お腹痛くなる、そう、お腹痛くなっちゃう、お腹痛くなってる、いい意味でね、腹筋ですから、そのお腹痛は腹筋ですから、うん、え、それよくない、それよくない、私を見てると、あ、筋トレできるよみたいな、だから筋トレ苦手な方も大丈夫、私を見てれば筋トレできちゃうよみたいなどうですかだいぶ激レア、ほんとだよ、ちょっと次いつ会えるかわかんないんだから。お、急いで帰ってきました、え、ありがとう、私のために帰ってきてくれたの、ありがとう。続いて手の動きね、これ逆にはいって言われた、詐欺っぽい、詐欺じゃないし、詐欺じゃないけど、私のあの上げてるストーリーのお菓子食べないルールで見ないとダメだよ、でもそうじゃないとね、ちゃんと筋トレしないといけない。もうすぐ仕事、え、もうすぐ仕事なの、行っちゃうの、でも仕方ない、それは私には止められない、え、無理やり仕事を終わらせてきたって、うん、
うん、いいよね、それは OK、 嬉しいよ、私は嬉しいよ。ゆりあちゃんの笑い方好きです。え、ありがとうございます。あの、私そのとちょうど生配信見てくださった方分かると思うんですけど、あの今アーカイブも残ってるんですけど、あの笑っちゃった、思いっきりある部分で、あの本当の爆笑っていうの、あの壺に入る笑い声をあの初めて出してしまって、あの初めて世に放ってしまったんですけれども、あの笑い方するのよ私、実はゴロゴロしながら見ていいよね、ゴロゴロしながら、みんなゴロゴロしながら、あ、仕事ギリ終わらせたって、おー、いいじゃないの、お疲れ様です、お仕事いつもいつも上司の押し付けて帰ってきたらいいのかな、いいんだよね、いいよね、そういう時もあっていいよね、だって私は嬉しいよ、来てくれるだけでさ、だから上司さん頑張って放たれてしまったの、そうなんですよ、いい意味でイメージ変わったよ。もともとどんなイメージがあったんですか私に、うん、あ、はい、これ私もちょっとやりたいことがあって、ここにね、あのギフトメッセージでもいただいたことがあるんですけれども、読んでいいですか。ビッグベアさんとのやりとりが面白くそうきてずっと笑ってました、ありがとうございます。ありがとうビッグベア。はい、あ、質問コーナーで読めなかったここで提案したいのですが、SNS の食べ物系のハッシュタグを作ってほしいです。ゆいらちゃんがおすすめしてくれたスイーツをスイーツを買って SNS にアップしているのですが、他の方も投稿を見てたいし、それがきっかけでファンの輪が広がるんじゃないかなって、ぜひよろしくお願いしますということでですね、そうなんです、これちょっと私もなんか何件かあの DM だったりとかコメントで見て、あの急な曲集性、はい、そう、挙手大好き。はい、そうなんですけど、あの食べ物はね結構載せてるんですよ、インスタのストーリーとかで、スイーツだったりとか、もういろいろ、なんか前までさ甘いもの縛りだったんだけど、今さしょっぱいものも載せ、最近しょっぱいもの美味しく感じてきちゃう、そう、まあ、それでなんか食べ物のハッシュタグをこう作ってほしいみたいなね、いうコメントを見るんですけど、なんかいいやありますか、あのちょっとこれは後で読み返したいので X とかにあの書いてくれると嬉しいです、あの見に行けます、後でちゃんとあの食べ物系の SNS のハッシュタグだって、難しいよね、なんかこう、え、投げちゃってる、嘘、あ、イエーイいやありがとう、いやどこまで見てるかな、え、いやい、なぎがい、あ、DM、 あ、全然 DM でも OK です。何がいいかな、 SNS のハッシュタグでも、なんかさむずいよね、なんかまだこう出てない系のハッシュタグを作りたいなって思ってるんだけど、そう、パクパクユイラって言ってくれる、あ、お疲れんこんって来た、お疲れんこん、イエイ、お疲れんこんにちょっと合う、お疲れんこんに合うなんか返しを見つけたい、ちょっと待って、お疲れんこん、お疲れんこん、でもお疲れんこんはね、お疲れんこんだよね、お疲れんこんだよね、だってお疲れって言われて、あ、ありがとう、族ダジャレ入れたよね、あー、でもハッシュタグでさ、こうダジャレってどうしたらいいの、どうしたらいいのハッシュタグちょっとぜひ、あの今でもすぐにパッて出てこないとは思うので、あのちょっとじっくり考えて、私もちょっと考えてみようと思います、お疲れライス、お疲れおつ、ありがとうおばんじゃん、そう、ありがとうはいっぱいいけるのよ、ありがとうショコラもいけるしね、ありがとう遅くでしょ、ありがとうおかつか、そうなんよ、
ということで、いっぱいいっぱいいただいた、ちょっとギフトメッセージをいただいた方のお名前を読んでいきたいと思うのですけれども、いいでしょうか。いきますね。うわぁ、漢字読めるかな。はい、まずいきます。緑区のジョーさん、ありがとう。りょうさいさん、ゆうごさん、浜松のアッキーさん、南光太郎さん、池ちゃん、太宰みどりさん、青い図書頭さん、窓助さん、寝不足さん、秋庭さん、いつきさんかな、七次元さん、私飴さん、頭馬さん、クリアンミツさん、銀さん、金剛無双さん、キリンさん、ロドニさん、レタスさん、レジーナさん、ルノマルさん、リョウさん、リュウさん、リュウさん、リノサマンサさん、ライトさん、ヨッチャソさん、ユロロさん、ユッコさん、ユッキーさん、ユキビシさん、ユウスケさん、ユーサンキューさん、ユウさん、ヤスミンさん、ヨッポさん、マルヨさん、マルミさん、マルフラクス、マルフラスコさん、マルパンダさん、マルさん、マツビさん、マッちゃん、マッコイさん、ホノマルさん、ポケサブレさん、ペロスケさん、ヘロさん、プレーリードッグさん、ピマモさん、ピカリンさん、パラポルトさん、ハヤケッケさん、ハミュフさん、かわいい、パイルドドライ、パイルドライバーさん、バイオさん、ネイルアーガマさん、ネコサブレさん、ヌエツグさん、ナリさん、名古屋のセイさん、ナギッシーさん、ドン、ドッコイヤーさん、デウスさん、ツギハさん、チョン、チョリさん、チャンチーさん、ジ、ジアオさん、チェシャネコさん、チーバくん、タッチャン、ソソギさん、スズちゃん、ズーミンさん、シラノさん、ショーンさん、ショウキさん、シュラさん、シュートモさん、シマリスくん、ジマさん、シブちゃん、静岡さん、サンダーさん、ザハトさん、サクヤギャラクシーさん、サクヤさん、コウセイさん、ゲンシマルさん、クロモさん、クレアさん、クラブさん、クラハシさん、クウサクさん、キールシュパイさん、キョハさん、キャラメルさん、キサラギミカンさん、カミツレさん、ガブダックさん、カフーさん、カツオさん、カツオさん、カイさん、オンリーさん、お花さん、オッシーさん、ウマールスさん、ウエタツさん、イロハさん、イテツさん、イシコさん、イカの塩辛さん、アハさん、あ、アラハさん、アッキーさん、アズベルデさん、アクアダさん、アキヒコさん、アキノリさん、アオアラシさん、アオイ、アーイエさん、ユタマンさん、ユタさん、ホワイトコックスさん、シムッタさん、シンさん、サギさん、リョウさん、RN さん、レイヤさん、パッチさん、KZY さん、ジュンさん、ジンスターさん、ヒロさん、キャノンさん、アリアさん、411C33 さん、サンキのブラックさん、ハルさん、タイキさん、ミヤビさん、アツシさん、ビートさん、ベスさん、アイスコーヒーさん、トッシーさん、シンさん、エミさん、ユチさん、ギフトメッセージを本当にありがとうございました。ちょっと名前だけでも皆さん呼びたかったので、ちょっと読ませていただきました。この天候はなんかそうだよね、途中から入ってきた方はね、もうなんかね、何ですかみたいな、学校の先生ですかみたいなツッコミが、ツッコミがね、ほんとでも本当にこうやってたくさんこういただいて、でもね、これね、全部ね、こう読んでますからね、ありがとうございます。めっちゃ嬉しい最高、ありがとうございます。嬉しかった、こちらこそです。天候、あ、そう、天候、天候だよね、今のはね。もう出席、出席、今出席です、今出席です。質問コーナーやりますか。そう、質問コーナーでちょっとちょっと水飲みます。
お疲れ様さ。ゆいな先生、え、いけるよ。ゆいな先生、ゆいな先生、いけちゃうよ。授業になるのかな。なるよね。いけるいける、意外といけると思うわ。ほんと、はい、元気です。だって姿勢確認でしたね。みんないたかな。呼んだ方ちょっといらっしゃったらいいけど。でね、ツイッ、あ、X と、その当日にこう、ゆいな生誕祭2023で、質問を募集してたんですけど、ちょっとその中にあるやつを、ちょっと読んでみようと思います。あ、そう、これ、やっぱね、ダジャレの話なんですけど、太陽の、そう、書いてる人いたよ。太陽は西、太陽は西から昇んないよ。太陽は東から昇るのが常識だよ。質問コーナー延長戦、そう、延長しましょう。ずっと起きてられる、言ったな。言ったな。寝落ちは許しませんで。嘘、寝たら起こしてあげる。起こしてあげるっていうのはね、おはようとかじゃないよ。もう、もうこうやって起こすよ。じゃあ、いきます。いいダジャレが思いつきやすいのはどんな時ですか？散歩中、入浴中、お風呂の中などなど、どうか私めにダジャレの極意を教えてくだしゃれ。すいません。いやー、本当に、ダジャレですか？私、思いつくときはね、思いつく、なんか日常生活で誰かが発してる言葉が、あ、違う言葉に感じるってなったときに思いつくとかですかね。今日もね、なんかね、思いついたんだよね。ちょっとそれを忘れちゃったんだけど、あと、なんか考えるとき、あれしたらいいんだよ、あれ、単語を、1個の単語をさ、なんかめっちゃ分割すんの。お誕生日だったらなんか、おたで切ってさ、おたから始まる言葉って何かなみたいな考える。で、誕じとか誕生とかでから始まる言葉を考える。で、次、常備から始まる言葉が、で、うびとかから始まる。そのピピピってこうやって分けてやったら意外と見つかる。あ、常備って言葉はあるじゃんってなったら、常備、なんだろう、常備する系のさ、あ、誕生日の日に誕生、あ、間違えた、ごめんなさい、もう聞かなかったことに、うん、終わりです。全然終わらない。でもね、ギフトメッセージも来てくれてた。あの、みんな、あの、焼肉、これちょっと真似するんですけど、焼肉は好きですかみたいな、誕生日の日、ゆいなちゃんは誕常備してましたか？ね、でもいただいたんですよ、ギフトで、ギフトメッセージで。え、もうすごいじゃない。だからタンですよ。私はタンが一番好きです。それにタン、うん、カルビも好きだけど、タンを常備してましたかって。だから切った時にさ、あ、タンっていう言葉見つけたってなってさ、こう、あ、常備っていうことを見つけたってなって、ギューンってと誕生日になって、それでその誕生日と誕生日のなんか文章をこう考えたらダジャレになるよっていう話。何ダジャレ先生じゃん、こんなの。やばいよね、本当に。で、これじゃ、次の質問に参ってもいいですか？ハラミじゃないの？ハラミでハラミいたしますでしょ。でも私はね、いや、好きだよ、ハラミも。でも、タン、カルビ、でも、タン、カルビ、ハラミ、ロースはいつも食べちゃうかも。と、あとね、ホルモン、好き。え、発言も動きも楽しいか。ありがとう。あはんだよね。ダジャレ先生、ほんとに。科目はダジャレだよ、ほんとに。みんなでも分かんないよ、いつか。入ってくるかもしれない。1時間目国語、2時間目数学、3時間目ダジャレ、4時間目体育。
5時間目ダジャレめっちゃめっちゃその学校ダジャレ学ぶ。いいな、お肉食べたくなってきた。クールなユイナが見たい。本当私クールだよ。クールなユイナ見てんじゃん、ほら。ほら。クール？こんばんはいん。ダジャレ多いね。そうそう、2時間あるのよ。そう、2時間の。やっぱちょいちょい入れておくことが大事ですから、ダジャレは。でもね、結構書いてくれてる方いた。あのダジャレが最近頭に勝手になんか入ってきますみたいな。クールとは、え、クールの定義もいっぱいありますからね。だっていうわけ。おうおう、でしょ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 、違うな、ちょっとでしょでしょ違うけど。じゃあ次、うーんと、あ、ユイナと言ったらオーバーオールですか。オーバーオールを着始めたのはいつからですか。また着る機会、あ、着るきっかけは何ですかということで、今日もうちで実はオーバーオールを着ております。はい、いつから着るとした。でもね、これね、実はね、まだね2回目なんです。あの白のオーバーオールが欲しいなと思ってて、2回目です。本日2回目。でも可愛いよね、オーバーオールって。いつから出したかな。なんかね、一回ね、撮影できさせていただいた時に、あのオーバーオールってなんか可愛いし、なんか着やすくて、でなんか動きやすいから楽だなと思って、それからいっぱい着るようになったんだけど、もともとお家にあるオーバーオールは1年か2年前ぐらいに買ったやつ。でもなかなか着なくて、それでそれきっかけに、あ、着ようって思って着出してから早3ヶ月とか、あ、もうちょっとっていうかな、4ヶ月とか、あ、3ヶ月ぐらいか。そのぐらいですよ。オーバーオール着こなすのがすごい。え、そう、なんか私もこうオーバーオールってなんかイメージ的に本当になんかこう、なんか低身長の方がこう女の子で着ててオーバーオールと、あと上にこうスウェットのこうダボっとしたあのセーター、なんていうの、こう、わかるわかるわかる、このわかるわかるでしょ、あのこうパワポッとしたこう長袖のやつを着てる女の子がめっちゃ可愛いと思って、私は見たかったの、あ、見たかったのじゃ間違えた、着たかったの本当は。でもなんか、なんかそういうゆるっとが似合うってなんか思わなかったから、思ってなかったから、なんか着れないだろうなって思ってたの。でもさ、せっかくなら好きなもの着たいなって思ったのね。だから今は似合ってる道具を別として、あのそういう女の子を見て可愛いなって思ったから、ただ着てるっていうだけ。ただあのゆるっと、そうゆるっとコーデがね、やりたかったんだよね。可愛いよね。そう、160な、そうなの、そう160なんですよ。でももうちょっと私は167とかぐらいまで欲しかったですよ。さすがや、何着ても似合う。本当に本当にそれ本当に何着ても本当に。めっちゃ分かる、曲分かる、似合ってるよね。優しい、みんな優しすぎない、可愛い、ありがとう。そう、着た方がいいのよ。でもね、好きなもの着るとやっぱみんなが着てるのが本当に可愛く見えてきちゃうのね。だからゆるっとコーデを見てると、なんか、あ、ゆるっとって可愛いなって思うし、結構なんていうの、ストリート系のさ、シュッとしたもう黒ですみたいな、黒で染めましたみたいなのも、もうのももの も新しいね、のもも、なんか、あ、かっこいい、好きってなっちゃって、そっち着たくなっちゃったりするのね。いろいろ着ちゃうのよ。まあでもそれも、それもそれ含めて好きなコーデだからいいかなと思って、最近はね、高身長オーラ出てる。え、本当ですか。でも確かにね、会うと小さって言われる、意外と思ったよりちっちゃかったって言われることが多いかもしれない。そうなのよ。続いて、じゃじゃん、1から99で好きな数字は、なんと私2が好きなのでございます。
ほんで今年22歳、これはなんかいいことあると思います。私だからそういいことあると思うんで、あの見守っててください。ニースキの、みんな何の数字が好きですか？逆に髪はあえて染めないでほしい。そうなの、髪はねずっと黒で、でも結構黒髪好きって言ってくださる方いますか？そう、でもなんか黒、ずっと黒だからさ、そうなの、全然変わり映えはしないんだよ。一番ね、高校生の時からの変わってないランキング上位だと思います。髪の毛変わんないからさ、本当に変わらないんだよね。にっこり度2、そう2、私は3、なんで3式なんだろう、 8? なんで無限だからみたいな、深いね、なんか無限な未来想像してから8みたいな感じが、8が好き、8多いじゃん、17、なんでだろう、いいなだから。髪伸びたかも。でもね、どっかのタイミングで私15センチぐらい切ったよ。気づかないから自分で言っちゃう。黒髪素敵、ありがとう。ラッキーセブンはなんかセブンだからかな。ニン好きな人いないの？なんでニン好きなんだろう。書きやすいからかな。なんでニンが好きなんだろう。蜂は末広がり。黒髪は一味違う。2は計算しやすいから好き。あ、そういうこと、無意識に計算しやすいの選んでたってこと。2好きです。本当にありがとう、合わせてくれてるわけじゃなくて本当に好き、ありがとう。2は、あ、そうなの。 V、 あ、そうじゃん、 V だからだよ。あ、待って、ゆいなが2好きって聞いてくれ、そうでしょ、ほらダメだよ、自分の好きなの好きなの、2って笑うからかな。なんかいいね、そうやって思えばいいのか。なんかね、2が好きって言ってて、あ、でもやっぱ1が好きにね、なりたいなって思って。でもね、好きな数字って結構こう集まってくるから、そうそうそう、だからもう1好きの方がかっこいいってちょっと思ってたんだけど、そうやって考えれば2好きでもいいかもと思ったし、今年22だからいいやと思って2で通そうかな。2で急に変わったらごめんね、好きな数字。急になんか99みたいな言い出したらごめんね。なんでだろう、2って言うだけで笑顔になる。そうだよね、あ、そうだよ、そうだよ、1たす1は2ってやるじゃん、それだよ、それそれそれだよね、やろう、みんな写真撮りますよ。1たす3は はい、以上、ゆいなでした。そう、99とかね、ニコニコね。だから私次の年25歳になるときは、あのニコニコの25歳っていう絶対言うから、もう宣言、これもう未来予知能力だよ。私が誕生日の25歳の誕生日の日に絶対 SNS かもうどこかで、今年はニコニコの年にしますって絶対言う。これもう未来予知能力、これ当たったらみんな褒めて。みんな褒めてね、マジでずっとテンション、マジでずっとこのテンションやんね。だってそうだよ、そうだよ、そうだよ、みんなでも楽しい楽しいって言ってくれたら私はもうそれでお幸せだから、自由でおもろい、そうだよ、自由でしょ、自由がいいんだよ、自由で、みんなも自由で行こうね。25歳のユーラさんめちゃめちゃ美しくなった、嬉しい。ねえ、25歳の私髪の毛どうなってるかチャレンジしようよ。あれ、25歳の私髪の毛がどうなってるのか
茶色なのか金髪なのか、もうベリーショートなのか、むしろ前髪が長いロングなのか、どう？当たった人はもう褒める褒めるだけかいっつって、ね、結構すごいよね。どうしよう。でも私逆張りしたくなっちゃうから、言われたのと違うのにしたくなっちゃうかもどういうチャレンジよ。きっとこのチャレンジは今のままがいいって。本当に金髪似合わないでしょ。なんか私の茶色もね似合わないのかなって勝手にね思ってる。ショートは一度してみたい。いやーでもなんかね、このくらい、なんかこのくらいにして外ハネにしてみたいっていう願望1。続いてあのこのぐらいにして前髪をもうロングにしたいで、かき上げたい、その2で、もうベリーショート、本当にショートにしたい、その3で、このロングのまま色を変えてみたい、その4です。でも今のままがいい、その5ってなるとね難しいんですよなんかだから私のこう目標はこう何かねきっかけがあるときに、なんか役だったりとかお仕事とかであの切ることがあればいいなって思ってるから、なんかそうこのさ一番黒でロングってさ、もうどうしどうなんかどこにでもいける髪型だと思うから、あのこうやってやってる、いつでもショートにもなれるし、いつでも色も変えられるっていう、その必要になった時に、必要とされる時に変えたいなって思ってます。だからそれまではこのままでいるよその子で何やってお兄やん、本当ですか。そうね、でもなんかハイライト入れてみたらとか、こうインナーカラー入れてみたらとかね、こんだけ長いとね、なんかやりたくなる気持ちはすごいわかります。なんかベリーショートにしてから全部試しましょう。逆やないかい、逆やない。だってベリーショートに一回しちゃったらもう伸びるまですごいかかっちゃうよ、本当に。黒髪ゆいなちゃんおせる、本当に。そうやって言ってくれると嬉しい、ありがとうございます。なんか黒髪でいそう。こんばんは。あ、こんばんは、ありがとうございます。今のままでいいだって、ね、嬉しい。どうなっても好きでいてねナイスツッコミ。え、でしょ。今さ、やっぱ突っ込めてたよね、私ね。いやー、エセ関西弁なのよね。そうだよね、ちょいちょい出るよね、私。なんやねんとかさ、なんかそんなこと。でもね、あの関西の血はねちょっと入ってんだよちょっと入ってんだよ、関西の血。それは間違いない。え、ごめん、やばい、病んでるから。あ、そうちゃんとね、ほんとどうなったって好きでいてし、黒髪好きな人も変わっちゃったとしても変わらず好きでいてし、内面から好きでいてくれると嬉しいしダメ、これ収集つかなくなるタイプだから。はい、続いてどうしようかな。あ、はい。いつも SNS に上げているお菓子などはあらかじめ目星をつけてから買うのと、当店でビビッときたものを買うのと、どちらが多いですかっていうことなので。あ、待ってね。うわ、飛んでけ。イヤリングかわいい、ありがとうございます。これはね、こっちね、こう、こっちが黄色でしょ、こっちが、ね、赤の、ちょっと形とね場所が違う、かわいいでしょ。 OK、 キューつくも収集つかねえ。そうだよ、ほんと誰かが止めてくれないと。あとね、私ってね結構気づいちゃったことがあって、最近になって気づいちゃったことがあって、話が膨らむの話膨らんで、話がね、あの線路から外れちゃうの。これがつまり脱線ってやつです。脱線合ってるよねだから止めないと
止めてくれないといつまでもいつまでも話しますよっていう。声の大きさ、ネイル変えました。え、そう、これはこう、今なんかクリスマスみたいだね。どう、わかる？急にどうした、ごめんなさい。なるほど、そうなんですよ。話飛ぶのもだんだん知ってくると、うん、飛んじゃうのかなって思ってくるかもしれないんですけど、そういうのひっくるめて好きでいてください。それ言ってれば何でも OK みたいになってるけど、唐突なスクショタイム。嘘、何してた私、止まってた、もしかして急に。いつまでも話してたほしい、本当ですか。インスタライブ本当に向いてる、本当にツッコミどころだから、皆さんがでもすごい素敵なツッコミをしてくださるから、うん、嬉しいんですよ。いっぱいいっぱい突っ込んでくれる。それに結構ツッコミのセンス良き、素敵なことが多い。ということで、何の話って、そうです、質問に返したいんだから。お菓子ですね。目星をつけてから買うのどうですよね。私はお菓子は基本的に新発売のお菓子はもうね、おすすめ欄にめっちゃ出てくるんだよね。なんか多分ずっとさ、甘いもんばっか見てたりするとさ、その、あのアカウント自体がこの子は甘いものが好きなのかな、じゃあ甘いもの載せちゃおうみたいな感じでさ、おすすめ欄にこうピュンピュンピュンってやるでしょ。だから私全部おすすめ欄が今甘いものなんですけど、だからコンビニのスイーツの新発売が出たらもう絶対出てくるの、一番上に何月何日新発売のものみたいな。でそれは全部タップして開いちゃうの、やっぱり。でシュシュシュって見て、いい、欲しいなって思ったやつはもうその日付の日に買いに行ったりとか、まあ、ある程度目星はつけて絶対これとこれとこれは食べるっていうのは決めてます。そうで、当店でビビッとくる場合はそれを目当てを買いに行った時によっぽど光るものが見えた時は買っちゃう。でもどちらが多いですかって言われると、あらかじめ目星をつけてから買う方が多いです。ですです。え、わかる、それでしょでしょ。え、多分みんな意外と甘いもの好きでしょでしょ。そうなの。それでまたね、甘いものどんどん出てくるっていうのはね、こうね、ルーティーン、ループループなんですけど、もうね、美味しそうなものばっか出てくるし、なんかもう本当に、あ、明日だっけ、あのマカロンアイスって知ってますか。マカロンアイスっていうのがあって売ってるんで、ぜひ買っていただきたいんですけど、あ、明日から芋の紅はるかのなんかマカロンアイスが出るんですけど、それめっちゃ買いたいなと思ってます。なんかマカロンアイスってピスタチオ味とかベリー系とチョコレートは食べたことがあって、もうなんかね、気がつくとなくなってるの。だから見つけた時に絶対買った方がいい。その芋はまだ食べたことないんですけど、とりあえずピスタチオが私大好きすぎて、そう、でもいなくなっちゃうのよ、本当にいなくなっちゃうの。好きなね、ものこそいなくなっちゃうんだよ。だからみんな好きなものはすぐ手に取るべきだと思う。だから私の言ったチョコ、その白いホワイトのあれもすぐなくなっちゃうから、もうため買い。アイスなんて特にもう凍らすときはもういつまででもね、なくならないですから。どこにあるんだっけ、セブンイレブンだったと思うよ。セブンだったと思う、セブン、ごめんね、違ったらごめんね、セブンだったと思います。マカロンアイスは美味しいので、その芋はちょっとまだ分かんないので、私も明日食べてから、明日食べてからで、明日は分かんない、アイスだからちょっとしばらく先になっちゃうかもしれないけど、見つけたら買っておくことをおすすめします。ほんまカロン、ほんまカロン、ほんまほんま、たぶんほんま、8割方信じていただければなって思います。プリン味、ひたちこのプリン味だって、食べてない、あ、食べた、ん、あれ、どっちだっけ、食べた記憶と食べてない記憶が交互しておる、あ、食べた
たかも。食べた、だって買った記憶あるもん。あ、食べた食べた、美味しかった。食べたよ、本当食べました。2割は嘘かもしれない。嘘じゃないよ、美味しい。甘いものはハイライトね。そうなんだよね。あ、セブンだったらで、ね、優しくない、調べてくれたんだよ、ありがとうございます。食べてたよね、なんかもう食べてたよね。なんでみんなの方が、みんなの方が私の食べてるもの知ってる。パティーンじゃん、本当に。そう、美味しいよね。でも最近だから気づいちゃったのが、しょっぱいものも美味しくないみたいな。いや、もともと別にしょっぱいものも好きだったんですよ。でもなんか最近、昔はもう本当に甘いものだけでも生きていけますみたいな感じのスタンスだったのね。だけど今はなんか甘いものを食べたらしょっぱいものを食べたい、その後また甘いものを食べてしょっぱいのでっていう感じの繰り返し系になったの。だからやばい、これはやばいでしょ、これはやばいですよ。誕生日ケーキは食べましたか？食べました。あのいただいた、あの配信見た方分かるんですけど、いただいたケーキと、あとチーズケーキも食べて、あと昨日はあのチョコレートケーキ食べて、で今日はショートケーキ。どんだけケーキ食ってるんや。ほんと食べ過ぎだな。でも美味しいからいいよね。ポテチ、そうポテチ、無限ループ。そうなの、無限ループなの。どうしたらいい？どうしたらいい？本当にね、誕生日の日からね、なんかすごいね、食べるようになっちゃったからね。でも違うよ、ひどい、みんなね、ひどいよみんな、本当。あのね、誕生日の日にね、そのケーキをね乗せたじゃん。今日は食べてもいい日とか言って乗せたんだよね。そしたらみんなね、もう素敵だわ、もう嬉しいよ。そのコメント見て笑っちゃったけど、え、今日はですかみたいな、毎日食べてませんか、今日は笑みたいな。もうみんなそこだけこうついてくるんだから、もう今日はだしその日はだし別にって思ったよ。いやでもそうやって言ってくれるのも嬉しいんだけど、本当は。うん、ありがとう。チートデー、そうチートデーだよ。だけどなきゃ気をつけようね。あの食べ過ぎは良くないですから、何にせよ。幸せは幸せだけど食べ過ぎは良くないですからね。あの糖の取り過ぎとか偏った食生活は良くないので、あのそこはあのね、健康になるためにはバランスのいい食事をしましょう。わかりましたか？毎日そう、毎日ストーリー、でもね本当に、でもストーリーに関してはあの載せちゃうけど、甘いものを食べない日はない。それだけは本当、それだけは本当。ちなみにこの前だから7月、今日何月、9月、もう10月じゃん。ちょっと待って、あの10月はね、え、私がね5月かな7月かな、そのぐらいにね、あの食べ物甘いのをね一回も食べなかった一日があるんですよ。その日がもう何年ぶりかに甘いものを食べなかった日ですから、もうねスケジュールに書いちゃった、脱甘いもの禁止デーみたいな。私の記念日だから、甘いもの禁止記念日、食べなかった記念日をスケジュールに書いたのよ。そっからも毎日食べてるけど、そのぐらいあの甘いものを食べないですっていう日はないっていう。え、どうなんですか皆さんって、え、甘いものって食べないんですか、え、どうなんだろう、どうなんだろう、食べないんですかね、みんなどうなんだろう。肌荒れないの俺、え、いや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 、何日ぐらい、いやいやいや、あ、でもそれで言うと本当に1日こう我慢したらもう次の日がやっぱ反動ですごい食べちゃって、あのいつも以上に食べちゃって、だから
甘いもう禁止は結構合わないかもしれない。そのちょこちょこはいいと思うんだよね。そう、それこそ肌やスタイル維持のために日々意識されてることありますか？この流れでいくと食事です。あの甘いものを食べない方がとか言ったらすごいさ説得力がなくなってしまうけど、まあ、食事ですよね。やっぱり食事が一番大事かなって思うので食事を心がけてますね。そうなあ、週5ぐらいか。え、食べない日あるって。甘いもの週2だって。もうなんかそのままが絶対いいと思います。私もそう、なんか好きだから食べて好きだから食べてるんだけど、なんか本当にさ、あの体にさもう 100% いいわけでもないかもしれないじゃないの、甘いものってやっぱり。だから本当に週2で抑えめられる方はなんかすごいいいと思います。尊敬です。私はもうだから食事は大事だと思う。そう、食事は大事ですよ。でもあのじゃあこう一時期あのやってたやつは本当にお肌のスタイル維持か。でもね難しいよね、こうはあんまりね人によってこう維持の合う合わないがあるから。そう、ただ一個だけ言えるのはあのお食事抜きはやめた方がいいと思います。それだけ。あの本当にお食事抜きにするとねなかなかねあのねこう頭が回らなくなっちゃったりとか、こうちゃんと寝つけなくなっちゃったりとか、すごいね疲れちゃったりとかすると思うので、なんかお食事抜きはあんまり良くないかなって思います。一番はバランスのいい食事。でも説得力ないけど、これは本当、それは本当にそう思いますので、あの抜くのはおすすめしないです。なんか抜いて一瞬こう体重とかは減るとは思うんだけど、なんかね減ってもね長続きがしなかったりとか、やっぱ後々反動が来てしまうのでですね。野菜食べればいいんですよ。あと野菜の量、あ量じゃなくて野菜順番、食べる順番。何か私も食べようとした時、甘いものでも家とかだったら基本的になんかこうバッて血糖値上げないように、なんかちょっと野菜みたいなの取ったりとか、なんかちょっと一回カロリーの低い何かをちょっとハサミのいくみたいな、そういう方が、それが意味があるのかは正直私も分からないけどやってるっていうのと、あと一個、私飲み物はね水しか飲まないです。食べないと。そうよ、食べて運動するのが一番。そうね、それは確かにベジファースト、イエスイエス。野菜も重要。そう、野菜どんな野菜でもいいと思う。もう好きな野菜。そう、あとねあの飲み物を水にするのがいいと思います。なんか無理に何リットルとかは決めなくてもいいのかなと思うけど、私は決めてないからね。もう全然決めててもいいと思うんですけど、何リットル飲むっていうのが一番 あるからさ、そういうのが。だけどあの私飲み物基本的にもう飲まないので、水以外はそこで糖は取ってないかも。違うところで糖は取ってるけど、水で、飲み物で糖は取らない。あの水が一番好きなもん。でもこれはそう、これが質問の回答になってますか？で最近ねなんか運動をねこうなんかね何かいい運動ないかなと思って探してる。筋トレとかピラティスとかなんかみんな聞くけど、ね、合うのやれたらいいよね。一時期はすごいがむしゃらに走るみたいなのをやってたけど、水ばっかの、そう、水でデトックス。水1日2リットルだって。みんな飲んでますか水？じゃあ私も水、うん、レモン水か。1.5 リットルだって。そうそう、水はね飲むべきだと思う。卓球おすすめですだって。卓球いいよね。私この前って言ってもだいぶ前なんだけど、お姉ちゃんと卓球したの。うまいよ、うまいよ。嘘嘘、うまいって、うん、うまいうまい、なんでもうまいって言おう、これから。かわいいな、ありがとう、サンキューイナ。かわいいなの反応はもうサンキューイナだから。
あと、あとじゃあもう一個、気持ちがネガティブな時のリセットの仕方というか気分転換にこれが大切というものを教えてくださいとのことで、そうだね、気持ちがネガティブな時のリセット、でもね、どう、みんな、皆さんどうですか最近元気ですか皆さんどうですか最近元気ですか、唐突の元気ですかなんですけど、卓球いなじゃん、最近ね、何でもね、私もね9とか10とか最後につければいけるって思ってきたの。だから、あー、かゆいなもそうだけど、わ、この問題何これ、むずいなとか結構使えるからよろしく。ということで、じゃあラストね、気持ちがネガティブな時のリセットの仕方、ちょっとこれを答えたいと思います。でも賞味、元気足りないだって、ちょっと今から私が元気にするから見てて、いやね、大丈夫かな、違うよね、そういうことじゃないよね、ごめんね。でも私はあの気持ちがネガティブな時はあの どんくらいなんだろう、まあでもね、これ私でもな、その方のさ、やっぱり悩みって人それぞれだからさ、こうね、聞かずに、何もこう情報を聞かずにね、こう無責任に元気になろうよとは言えないから、やっぱりだから私はネガティブになってしまった時はネガティブ、なんて言うんだろう、思う存分ネガティブになってもいいのかなって思います。なんか、はあってなってる時に無理に元気になろうって思うと、なんかそれもさ、こう負荷がかかるじゃん、なんか元気にならなきゃいけないみたいな、その使命感みたいな。だからなんかこうシュンってしてた時は思いっきりシュンってして、泣きたい時は思いっきり泣いて、あのね、お風呂で泣くといいよ、もうシャワーと涙分かんなくなるからね、それおすすめ。こうこうなってんだよってね、やってたね、あのね、こう一緒に顔洗えるからね、もうすっきりするのよ。でもこれ結構ほんとだから、あのすっきりするからいいと思う。でなんか涙とかこらえたりする方が結構しんどいでしょ。だからもうね、思うぞ、もう泣くの、もう泣いて泣いて全部放出するの。そっからもうなんだろう、考えを改める、その経験は無駄じゃなかったって思えば、次につなごうぜって思えば、あの自然と元気になってくる、うん、かな、そんな感じかな。みんなどうですか、自然と元に、そうそうそう、なんか無理にその時に絶対に元気にならなきゃって思わなくてもいいと思います。もう本当に自分のペースでこうゆっくりゆっくりで、その日変われなくても別に一歩一歩進んでれば、もうそれはもう十分こう成長しているわけで、かっこいいからもう頑張ろうなんて思わないで、十分頑張ってるんだから、毎日一緒に頑張ろうね頑張ってんだからって一緒に頑張ろうねはちょっと矛盾してるけど、でもね、自分なりの頑張りを見つけられたらいいんじゃないかなって私は思いますよ。我慢は気もそうなの。でもなんか本当に苦しい、本当に苦しいってなったら、あのここにおいでここにおいでってたら、もうなんか私がなんかわけわかんない話するから、わけわかんない話するし、あの近況報告とか何でもね、話せば楽になることもあるしね。私もこう喋ってるとさ、だいぶね、明るい気持ちになれるから、やっぱ私もだよ、皆さんと今こうやって会話できてるからすごい元気なの。皆さんもあのすごいあの元気もらってるので、あのだから皆さんがこう、あ、今日はちょっと元気ないなとかしんどいなって思った時に、あ、ゆいなのことを見ちゃおうみたいな、その気軽な感じですよ。そんな気軽な感じでこうピッてつけるのだったら、もう喋ってますから喋ってますから、もうよろしくお願いします。ゆいなというお家、それな、それなとか言って、じゃあゆいなというお家に帰ってきて皆さんお仕事や学校など本当にいつもお疲れ様です。そんな中こうやって配信見に来てくださってありがとうございます。よしよし、そろそろ
そろそろ締め、そろそろ締めよう。あっという間にもう8時10分、1時間も過ぎてるので、ゆいなちゃんのおかげで今日の疲れ癒す、ね、本当にありがとうございます、嬉しい。ラジオね、みんな聞いてくれる、本当インスタライブまた開いて、ほんとみんな来てくれる、ほんと。え、じゃあ900人の方、え、でもさ、900人の方ずっと見てくださってるの、うん、嬉しい、嬉しいです、ちょっと嬉しい、すごい元気になってる、え、ありがとう。みんなちゃんが楽しそうにしているのを見てたら元気になる、え、ありがとうございます。 TikTok、 え、ほんとに見てくださってる、ありがとうございます。そうなの、いつもね TikTok 昔はこう毎日毎日投稿してたけど、最近はね、あのなんて言うんだろう、いいなと思った時に載せたいなと思った時にね載せてるんですけど、皆さんが結構見てくださったりとか、すごいコメントしてくださったりしてめっちゃ嬉しいです。ストーリーもねめっちゃ見てくれてるよね、ありがとう。月曜日にありがとう。そうだよ、こっからあと1週間始まりますけれども、皆さん頑張りましょうね、このまま。なんか頑張ろうってさ、違うこともないかね、探してるの、探してるんだけどね、いつも楽しみにしてる。え、ありがとう。スクショタイム、スクショタイム作る、何いくよ、はい、チーズ、はい、終わりね、ファイト、ありがとう。全然なんか頑張ろうって、私は好きな言葉だしさ、素敵な言葉だなって思うんだけどさ、こう難しいよね、頑張ろうっていう言葉は。みんなもう頑張ってるもんね、無理しないで。そうだね、それも素敵な言葉だわ。楽しもう、それが一番や、楽しもうぜ、助かる。なんかはい、スクユイナ、サンキュイナ、本当に元気もらえる、それ一番嬉しいね。私なんか見てるとあの元気もらえるとか、なんか楽しい気持ちになれるとか、めっちゃ嬉しい。タスカルビー、カルビ食べたい、カルビ食べたいな。皆さんちゃんと今日もご飯を食べてゆっくり寝て、また明日ですね。いや本当にありがとうございました、見に来てくれて、嬉しすぎるんですけど、たくさんコメントもありがとうございます。そして改めてあの誕生日を一緒にお祝いしてくださった皆さん、本当にありがとうございました。もうお手紙だったりとかプレゼント もう全部受け取っております。メッセージもね本当にありがとうございます、たくさんたくさん、なんかもう幸せいっぱい、胸いっぱい、ハッピーハッピーハッピーって感じです。あのこれからも私夢に向かって頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いします。え、いつか皆さんとまたお会いしたい、お会いしたいよね、お会いしたいよね。 I love you イナ、 Thank you I love you。 改めてお誕生日おめでとうございます、ありがとうございます。22歳もなんかもうこんな感じでハッピーみたいな感じで頑張っていきますので、楽しくね、一緒に楽しもうね、会いたいね、会いたいよね。グッドナイ、グッドナイ、グッドナイ、 Thank you。 もう皆さん寝る時間ですか？まだ寝ないよね。いやもう早く、ね、寝れるときはいっぱい寝ましょうね。ありがとう、なんか寂しくなってきちゃった、今終わっちゃうのが。応援してます、ありがとう。というわけで15分になったらもう終わっちゃう。あ、ありがとう。早いでしょ、もう早いのよ。なんか私しゃべりだしたらさ止まらないからさ、気づいたらほんと何時間でも喋ってるみたいなね、ほんとにね。よろしくお願いします、これからも。そんなこんな私ですが、あの止まらないんですよ。
またねやる機会があったらぜひぜひ見に来てくださると嬉しいです。というわけでこれからお仕事マジお疲れ様。え、私こんなに1分が欲しいの初めて。来たよ、体感5分だって。時間はあっという間に過ぎていくんだ。1分1秒を大切にしてこれからは生きていく。お疲れんかん、お疲れんかん、こんなゆいな、ありがとうね皆さん、本当にありがとうございました。サンキューいな、またね、ありがとう、お疲れ様です。皆さんいつもこれからもよろしくお願いします。バイバーイ。プルプルトトン、やばい、こんなことやってるとね切るタイミングが分かんなくなっちゃうから。じゃあね、ありがとうね、バイバイ、お疲れ様です。